はい、では280円で買ってきたアジをさばきます。よいしょ。半分をお刺身で、半分を、塩焼きにしたいと思います。裏はこんな感じになります。血抜きをしたいので、まず裏のところに穴を開けて、取っていきます。はい、血抜きしていきます。よし、はい、水が入ったので、まずエラを取ります。よいしょ。エラは血合いを取るので、もうちょっと傷をつけといて、蓋ゴシ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 、中が洗えたので、こいつに、いや、立てときます。で、20分放置。はい、時間が20分ほど経ちましたので、血抜き終わります。はい、狙い取りました。では3枚におろしていきます。まずは、頭を落とします。3枚下ろします。塩焼きにするので、このままにしておきます。腹骨をすきます。どうかな。くっついてる骨を逆さ包丁で取って。忘れたな。ちょっと簡単かった
中骨を取ります。アジのお作りの完成です。おしまい。